こんにちは。今日はですね、またまたタピオカ動画。この間もコンビニのタピオカを紹介したので、そろそろしつこいかなって思ったんですけど、タピオカも美味しいし、しかも今回あの有名なチョコレートのお店からタピオカが登場したということで、早速行ってみたいと思います。それではおーチキラ、眩しいということで、今回イクスペアリにやってきました。どこにでもあるお店なんです。どこにでもあるお店なんですけど、今回ちょっとディズニーにこちら 4G ブラシをゲットしに来たので、イクスペアリに寄ることにしました。じゃあ早速行ってみたいと思います。レッツゴー。ゴンチャにすごい長い列が出てきてるんですけど、3階に行きます。シャンデリアすごい。ここだ、320番。今回飲む今大人気のタピオカの店はこちらです。じゃじゃーん、ゴーディーパー、タピオカがある。急げ急げ、溶けてしまう。ただいま。あ、やったー、ゲットしました。ゴディバで買ってきたんですけど、レジを担当してくれたお姉さんがすごく綺麗だなって思ってたら、いつも見てますって言ってくださって、もうすごく嬉しかったです。ありがとうございます。そしてじゃじゃーん、めちゃくちゃ美味しそう、ホワイトチョコレートタピオカダージリンです。すごいおしゃれなパッケージ。ではいただきます。え、めっちゃ美味しい。タピオカももちもち。タピオカのサイズは大きくもないし小さくもないサイズです。すごい上品なチョコレートのコクと、そこにダージリンティーの風味が加わることによって、甘いんだけど甘すぎず、貴族タピオカって感じ。フラペチーノみたいな感じで、結構冷たくて、なんだろうこれ、ドリンクの中に白い粒々みたいなのが入ってるんですよね。これがちょっとザラッとした食感で、口の中に入ると溶けるというか、チョコレートなのかな、細かい。この食感が美味しいのと、あとたまにタピオカが入ってきてもちもちの食感も楽しめるので、飽きがなく飲めるドリンクだなって思いました。もうすごく美味しくて、一気にここまで飲んじゃいました。3杯は余裕でいけると思います。一気に、そのぐらいの甘くてコクもあるけど、後味はさっぱりしているドリンクになってます。たまたまチューブ、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。これは大人気の理由がもう分かります。すごく美味しかったので、ぜひ皆さんも飲んでみていかがでしょうか。このタピオカはレギュラーサイズのみで670円になっています。数量限定なので、ぜひお早めにチェックしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。